最近ある考古学チームが約1万5000年前の人の化石を発掘し、興味深いことを発見しました。先祖たちの歯に穴が開いていたのです。虫歯の原因は現代の私たちを悩ませているのと同じで、口の中に存在するある微生物でした。生後間もなくこの微生物は私たちと共生します。通常は赤ちゃんの頃にお母さんの口から移ります。そして歯が生えると自然にバクテリアが群生し始めるのです。食べるものによって、特にどれだけ糖分を摂るかに応じて、ある微生物が増殖し虫歯の原因となるのです。糖分の高い食べ物が原因となってバクテリアが口の中に大発生します。ミュータンス菌というバクテリアです。人間と同じようにこの微生物は糖分が大好きで、この分子を基本の材料やまたエネルギー源として使います。糖分を消費するときにバクテリアは酸性の副産物を作り出します。例えば乳酸です。ミュータンス菌はこの酸に抵抗できますが、不幸にも私たちの歯は抵抗できません。人の歯は硬いエナメル質の保護層で覆われていますが、酸にはかなわないのです。やがて劣化しカルシウムが溶けます。酸は歯の第二層への細菌の通り道を開けます。象牙質と呼ばれる層です。血管と神経が歯の奥深くに埋もれているため、虫歯は広がっていてもこの時点では痛みは感じません。しかしダメージが象牙質を超えると、バクテリアの進出が進み、歯の神経がむき出しになると激しい痛みをもたらします。放っておくと歯全体が蝕まれ、この糖分を好むバクテリアのために抜歯することが必要となります。食べ物に含まれる糖分が多いほど歯はより危険にさらされます。結局人たちは砂糖をたしなむことはほとんどなかったはずなのに、なぜ蝕があったのでしょう。肉中心の食生活であれば蝕になる心配はあまりありません。赤身肉には糖分がほとんど含まれていないのですから。しかし初期の人類が食べていたのは肉だけではありません。結巨人たちは根菜類やナッツ類、穀物も食べていました。いずれも炭水化物を含んでいる食べ物です。唾液に含まれる酵素に触れると、炭水化物はより単純な糖に分解され、それが口内の飢えたバクテリアたちの餌となり得ます。だから現代に比べて糖分を摂取する量が少なくても、古代の人々の歯も糖分にさらされていたのです。とはいえ虫歯を治療できなかったわけではありません。考古学上の遺跡によれば、約1万4000年前、人類はすでに削った火打ち石を使って腐った歯のかけらを取り除いていたのです。彼らは原始的なドリルを作って開いた穴の凸凹を取り除き、現代の詰め物と同じように蜜蝋を塗って虫歯を埋めていたのです。今日もっと洗練された技術と道具があります。糖分を大量に消費する食生活を送り、ダメージを受けやすいが、とても幸運なことです。産業革命の後、虫歯は急速に増えました。技術の進歩のおかげで、突然精製糖がより安価で入手しやすくなったからです。驚くべきことに、現在では 92% ものアメリカ人に虫歯があります。エナメル質が柔らかいなど弱さの原因となる遺伝子により虫歯になりやすい人もいますが、ほとんどは糖分の大量摂取が原因です。しかし糖分やデンプンの摂取を控えることだけでなく、虫歯を最小限に抑える方法も開発されてきました。ほとんどの歯磨き粉と多くの水道水には微量のフッ素が含まれています。フッ素は歯を強くし、酸から歯を守るエナメル質を再生させます。虫歯が進行するとそれ以上悪くなるのを防ぐために、詰め物をして虫歯まれた箇所を防ぎます。虫歯を防ぐ最良の方法は、やはり糖分の摂取を減らし、口内を衛生的に保ち、バクテリアと栄養源を除去することです。例えば食事の間に規則的に歯を磨くこと、歯間掃除をすること、砂糖やでんぷん、歯にくっつきやすい粘り気のある食べ物の摂取を控えることです。次第に口の中の糖分が好きな微生物は減っていきます。その昔の結巨人とは違って、現代の私たちには虫歯の苦しみを防ぐための知識があります。ただそれを活用しさえすれば良いのです。普段食べている食品は歯の健康に影響を与えているだけでなく、脳にも影響を与えています。このビデオをチェックして、様々な食品が気分、エネルギー、発育にどのように影響を与えているか確認してください。